カニクイイヌは、哺乳孔食肉目犬かカニクイヌ属に分類される、食肉類。本種のみでカニクイヌ属を構成する。アルゼンチン北部、ウルグアイ、ガイアナ、コロンビア、スリナム、パラグアイ、フツ仏オギアナ、ブラジル、ベネズエラも式標本の産地は、スリナム。東道町64.3センチメートル。お二十28.5センチメートル。 体重5から8キログラム。背面の毛衣は、灰色や短色褐色で、紅白色や黒の体毛が混じる。後頭部から、大きい部にかけての成中線添は黒みがかり、胸部や腹部は白い。顔や磁界、四肢前面は赤みがかり、喉、磁界や尾の先端は黒い。歯列は、門歯が上下6本、剣歯が上下2本、小球歯が上下8本、球歯が、 上下6本で計44本。剣士はやや小型で、上学第4小級種と、科学第1級種も、旧種と比較すると小型。死士は短く頑丈で、竹の長い双本の中を移動するのに適している。出産直後の幼獣は120から 160g。出産直後の幼獣の毛衣は脳肺色で、素形部に気褐色の反紋が入る。俗名。 セルドシアンは古代ギリシャ語でキツネの胃があるカードと犬の胃があるサイオンに由来し、種小名を指すは古代ギリシャ語でジャッカルの胃。カニクイ,イヌ族にはア族としてコミミイヌ族やヤブイヌ族が含まれていたこともある。以下のア種の分類は和前クラフトに従う。標高3000メートル以下にある森林、低木林やサバンが湿原などに生息する。 ベネズエラの観察例では寒気になると低地へ、雨気になると高地へ移動する。互いに重複する54から96ヘクタールの行動圏内で生活する。ベネズエラの観察例では主にペアで生活するが、採食は別々に行う。夜行性。死友ともに後足を上げて尿による臭い付けを行う。小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類。 バッタなどの昆虫、カニ、バナナ、マンゴーなどの果実などを食べる。ベネズエラの観察例では、寒気は、脊椎動物やカニを、雨気は昆虫を多く食べる傾向がある。繁殖様式は体制。終年繁殖するが、主に11から12月に交尾を行う。妊娠期間は52から59日。主に1から2月に、1回に3から6頭の幼獣を、産む。 出産間隔は7から8ヶ月。飼育下では年に2回繁殖した例がある。生後35日で成獣と同じような毛衣になる。飼育下では11年6ヶ月の生存例がある。課金や羊の幼獣を食害する害獣とみなされることもある。毛皮が商品的価値が低く小取引は一般的ではないが、アルゼンチンでは、 チコハイイロギツネウルグアイでパンパスギツネの毛皮として取引されていたとする報告例もある。犬からの感染症の伝播が懸念されているが、2015年の時点では種として絶滅の恐れは低いと考えられている。1992年にワシントン条約付属書通に掲載された。ありがとうございます。